週刊文春を潰したいっていうのがあるんですよ。セレブだったりそれこそ皇族だったり、はいはい、価値があると思われてる人たちのスキャンダルを半分捏造して作ってて、はいはい、数を稼ぐっていう金儲けビジネスモデルなんですけど、はいはいはい、だから僕もできますっていうわけじゃなくて、はい、週刊文春より週刊文春的なネタを握ってるんでいくらでも言えるんですけど、やんないですよ、はい、やんないですけど、どうやって潰せるかというか、それの儲かり方、まあ、ビジネスモデルが分かってるんだったら、それをやらない自分の理由は何なんですか？やりたくない、うん、やれば成功すると分かってるのにやりたくない、まあ、金銭的には成功するんだけど、はい、その人たちが痛めつけられるのが嫌だから、そのターゲットになる人たちがすごい苦しい思いするんだろうなって。苦しむ人が100人で、結果的に、うん、そしてそれで日々の憂さが晴れる人が100万人だったらペイする気しません。そういう風に考えるんですね。この世界に生贄は必要でしょ？僕は必要ないと思う。必要ない社会にしたいと勝手に思ってる。必要ない社会にしたいという社会運動はこれまで全て失敗してますよ。はい、失敗してるんですけど、はい、やりたいんです。